皆様こんばんは。10月20日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。現状今149円の976まで上がってまいりまして、今96レベル、あと4銭ぐらいで150円ちょうどのトライが来るといった形でございまして、何かこうちょっとしたきっかけで上にストップで跳ねる可能性も十分にあります。ここをねちょっと買いにくいことは買いにくいんですけど、やるとすればやっぱり150円をバックに売りではないだろうというふうに思います。本当にスキャルピングであれば149円の9594買ってみて、150円乗っかったところで、まあ跳ねるかどうかを見てリーグかどうかを決めると。ただし150円台乗っかってすぐに1回目は落ちると思うんですけど、そこからもう1回買い上がって150円台のストップを引っ掛けるような場合には、前回の高値150円の16を抜けてくれば2535ぐらいまでが可能性があるのではないか。また150円の2535でも介入は入らないんじゃないのかと、そんなようなイメージで現状は考えております。指し値で考えるのであれば149円のドル円、55で買いのイメージを作っております。55ですね。よいしょ、ここです。そしてストップ149円の20において、そして利食いを、ちょっとこれたらればでね、そこまでいくかどうか分かりませんが、150円の35まで利食いを考えてみたいと思います。次ユーロドルです。なかなかね150円突破するんじゃないかと思ってチラチラ見てるんで、なんかこう気が散りますが、次ユーロドル、ユーロドルに関してはやはり上値がだいぶ重たそうに見えております。一旦 1.06 の165からこの 1.05 台まで、今日は下落をしておりましたが、もう一回引きつけて 1.05 の95、このところで 1.0595 で、ショートユーロ売りを 1.06 の25でストップ、そして 1.05 の50で利食いを考えてみたいと、そのように思います。次はユーロ円です。ユーロ円は押しを買ってみようと、ユーロドル自体が戻り売りですが、やっぱりドル円が上をやりそうな感じが、匂いがプンプンしてますので、ちょっと怖いんですけど158円の20で買いから入ってみたい。157の90にストップを置いて158円の80利食いのイメージで考えてみたいと思います。次はポンドです。先にポンドドル見たいと思います。これやっぱりどう見てもやっぱり上値重たいですよね。通常であれば今 1.21 台の前半でございますけど、 1.21 のこの40のところ打ってみたいと思います。ストップを 1.21 のこれ70において、利食いを 1.20 の90でイメージをしてみたいと思います。次、ポンドドルです。ポンド円です。ポンド円に関しては、ちょっと揉み合いで確かに上値タイドルから来ると重たいんですが、ドル円が大きく跳ねる可能性もありまして、これちょっとイメージ的にはね、買いを押しを買ってみようかなと、181円の25で買ってみようかなという気になりました。今もう少しで98がドル円つくところです。181円の25買って181円が割れのストップを置いて、98台今つきましたねドル円。そして、利食いを181円の80銭でイメージをしております。オージーです。最近タイドル見たいと思います。これも非常に重たいです。戻り売り 0.63 の30売りで、 0.63 の60ストップで、そして利食いを 0.62 の85でイメージをしてみたいと思います。次 OG 円です。OG 円もやはり上値が非常に重たいと思われます。
94-85 で売りから95円の20でストップを、そして94円のリグイを20でイメージをしてみたいと思います。最後ニュージーです。先にニュージードル見たいと思います。やはりこれも上値が重たく 0.58 の50で売りを、ストップを 0.58 のこちら 0.5875 でリグイ買い戻しを 0.58-05 でイメージをしてみたいです。ラストニュージー円です。これもですね、非常に上値が重たく 87-55 で売りを、87-90でストップを、そして利食いを87円ちょうどでイメージをしてみたいと思います。あ、今9まで植え付けてますね。もうあと1戦、ラグビーでいうところのスクラムトライという形ですね。力ずくで150円台まで押し上げるか、ギリギリで、踏みとどまるか、でもまあ今晩はやっぱり150円台はやるものというふうに考えております。今晩また何かございましたらぜひ、お取引お待ち申し上げております。簡単ではございますが、今晩の相場展望チャート分析編お念で失礼させていただきたいと思います。為替相場の動き、ちょっと目が離せないかなというふうに思います。それでは失礼いたします。